I just can't always clock the pace, been falling off for days. Can't wait to take my chances and tornado from Kansas. The coast seems too close to oceans. They hope to roll in and shake the land up. The owners will put their hands up and dip with benefits. Big fish never get caught, won't flinch. I caught hooks.京都に着きましたとか言っても京都感ないけど、京都感なさすぎて何の説得力もないんですけどてか、銀ちゃん久しぶり。久々だね。めっちゃ久しぶりじゃないでるの。今回は京都と大阪旅なんて言ったらいいの。京都と大阪旅。そうだね、今日は京都なんですけど、さっき新幹線がめちゃめちゃ遅れちゃって、到着がちょっと遅れちゃったんですけど、でもチェックインがそのおかげでできるので、そうなので先にチェックインしてちょっと観光して、家の街楽しみね。そう、結構いい宿に泊まるので楽しみです。ということで、とりあえずチェックインに向かいます。見えてきた、見えてきた。これな、こんなところにあるんだね。え、めっちゃいいじゃん。素敵よね。お部屋に着きました。イエーイ、すごい。ね、初めてこういうとこ。初めて。夜ご飯と朝ご飯付きでこの旅館内で食べれる。てか中庭っていうの、なんかすごいよね。すごい。全然見えないけど、なんかあっち側にラウンジもあるみたいな。ね、気になる。お風呂が。え、確かにお風呂気になるね。ちょっとオープンして。ヒノキ風呂って言ってたからね。すごい。間違えた。すごい、やば。めっちゃいい香りするね。え、ちょっと今日も浸かろう。ね、こんな朝も疲れてる。確かに。なんか京都の感じだったよね。ね、すごい。お店っていうかこの人も。ね。めっちゃなんかおしとやかで。喋り方がもう京都の。え、そうそうそう。じゃあ、とりあえず観光行く。そうだね、早めにね、行くぜ。めっちゃ中二病みたいな。行くぜ。おもろい。嵐山に到着しました。テンション上がって、あ、ね、ミッフィーでしたよ。あ、ほんとじゃん、行く。でもあれあんことかじゃない。そうだよね、とりあえずコロッケ食べたら。コロッケ、コロッケどこにあるんですか。いい。私たちはもうお腹が激好きなので、なんか食べたいんだよね。とりあえず探します、食べれそうなの。クリアもらいました。全然さ、今どうなってるか分かんないけど。ありがとうございます。ゲットしました。美味しそう。どうゲット。食べよう。お母ちゃん、どうも。うん、美味しい。不思議な気持ち。初めての感じ。何が？普通のさ、コロッケじゃなくて、わかんない。え、そうなの？わかんない。コロッケ買っていいんだけど。美味しい。中めっちゃトロトロだね。
シーン。めっちゃチーズ。へえ。なんかめっちゃパリって音したの。めっちゃパリパリ、揚げたてだし。確かに。でもちょうどいい今、あんま熱くない。うん。え、確かに。かまぼこやん。なんかかまぼこだよね。かまぼこにチーズ。あ、そういうことか。かまぼこの周りに今をつけて揚げてるんじゃない。そういうことね。あ、おいしい。うん、なんかエビみたいな味しない。え、わかる。なんかそっち系のかまぼこだからか、魚介系のね。今日さ、お腹空いてたから余計美味しく感じる。ここですか。これは有名なお寺ですかね。庭あっちか、あっちか、あっちの中。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 どうぞどうぞ。イエイ。そう、美味しそうだね。大きいね。でかっ。うん、ちょうどいい甘さだ。あ、マジ甘い。団子自体も甘い。あ、そういうこと。うん、なんかゆったりね、なんかめっちゃゆっくりした日って感じね。でもなんか空気が本当に良すぎて最高ってなってますね。なんか本当にフレッシュね、間違いない。自然ってね、素晴らしい。誰すごい、結構切ってるんだね、竹を。一面竹、浄化されてる気分。やっぱ旅館は浴衣だよね。気分上がることない？うん。ね。あ、旅館だ。うん。めっちゃいい。最高。なんかさ、対談するみたいな。あいつじゃない。確かに。今日はなんとエリさんに来ていただきました。よろしくお願いします。普段の活動は何やられてるんですか。あー、普段はちょっとそうですね、なんでしょう。何の対談みたいな。ラウンジみたいなところにちょっと行こうと思います。中庭も行くの楽しみだね。ね、レッツゴー。すごい、中庭に来た。ね。いいね、その席。王様気分。マジで王。お抹茶立てます。多いかな。はい。合ってる。最高です。
いいじゃん。It's alright. You just told me to. Yes, big sound, sorry. おいしい。久々に食べるきなこも。ね。小学校の時折り紙交換で持ってるやつだよね。シール交換なの？折り紙交換せんかった。めしんかった折り紙交換は。なんかキラキラ持ってる人とかめっちゃ大人気みたいな。あのゴールドとシルバーのやつ。そうそうそう。なんか2枚しか入ってない。確かにね。そしたら、ちょっと待ってよ。違うか。待って違うかも。ちょっと広げます。つる折るなって何折ってたんだろう、ね、紙コキとかハートとか作って、ハートだね、うん、絶対ハートをやってた。はい、完成した。このブサイクなつると、折り鶴。ふゆるご飯でーす。おいしそう。なんだろうこれ。いただきます。食べるよね。美味しい。何これ。感動する。見て。もっちもちじゃん。うん。なんか、なんて表現したらいいか分かんない。美味しい。うん。最高。うん。美味しい。マジ。マジ美味しい。うん。めっちゃ美味しくない？めっちゃ美味しい。ね。ラウンジに来ました。ご飯を食べてめっちゃ白飛ばしてる。幽霊もしかして幽霊めっちゃ白飛びしてる。めっちゃいい。本当にてか謎の目の腫れですが、お気になさらず。ね、何なんだろうマジで。でもさっきよりマシになった？なった？うん。さっき気づいた時びっくりしたもん。待ってばかった。なんか割れてる。そして今から私たちはオセロ対決をしたいと思います。こんな風情あるオセロで。そうだよねオセロも。ね、可愛い木のオセロ。油断禁物だよね。みたいな最後。どんだけ低いですかって言ってたよね。すごっ。結構すごくないこれ。圧倒的で。割と。上手すぎた最後。勝ったぜ。こう取った時点でも。イエーイ。24分やっとったね。やば。いい休みだね。そうなんだ。
かわいい。こっち向いてお風呂をためたいと思います。これはどっち、自分で調節するか。最高すぎます。あ、白味噌。おはようございます。銀ちゃんがちっちゃくいるということでチェックアウトをします。めっちゃ良かったこの宿、みんなぜひ来てみてください。あ、すごい美味しかったね。ね、おかわりしたんです。確かに2人ともね、ご飯2杯食べました。めっちゃ美味しかった。お味噌汁がやばかったな、個人的には。ということで今から私たちはユニバーサルに行きます。イエーイ、マジ楽しみ。今ハロウィンナイトだっけ、ホラーナイトか、ホラーナイトやってるので超楽しみ。ということで向かいましょう。
何年前になるんですかね、あれはもう常識、7年前ですね。だって24だもんね。5年前、すごい。だってそう、5年前から知り合いなんです、知り合いなんです全然撮れなかったんですけど、撮らないと楽しんで、撮らないと楽しんで、最後結構乗ったよね。そう、ジュラ、ジョーズとあれだ、スパイダーマン、スパイダーマン終わっちゃうので乗ってきました。楽しかったね、めっちゃ。こちらこそありがとう、みんな。こっちじゃないの、駅こっちだから言ってよ、だからタクシーとかだったなと思ってこっちタクシー間違えちゃった、いないなって思ったよ、なんか確かになんかいない今から帰ります。いや、気ぃつけて帰る、うん、ありがとう、マジで。レイナ、ほんとレイナ、何時間マジで1時間ちょっとぐらいしか会えなかったけど、そりゃないじゃん、2時間2時間ぐらい、いやでも少ないか、ないな、ありがとう、来てくれて。いやいやいや、気ぃつけて帰るんやね。じゃあみんな、バイバイ。